方知ってる？傷つく誰かの心を守ることができたなら、あのロビンの曲だよ。もうすぐ調和セレモニーだから、無教の中でも時々彼女の曲が演奏されるの。なんだか重苦しい雰囲気になっちゃったね。ごめんなさい、こんなはずじゃなかったんだけど。どうすれば空気を変えられるかな。そうだ、君は列車に友達がたくさんいるんだよね。こういう状況になった時っていつもどうしてるの？霧吹き？それはちょっと直接的すぎるかも。他に方法はないの？ジョーク？私ユーモアがないんだよね。他に方法はないの？コーヒー、今は入れる条件が整ってないと思う。他の人のやり方も参考にした方がいいんじゃないかな。私も話題を変えようとしてるんだけど。でも失敗しちゃった。他に方法はないの？自撮り、それいいかも。っていうか、ここには何度も来てるのに、どうして写真を撮ることを思いつかなかったんだろう。でも一人で撮るのはちょっと慣れないな。一緒に撮らない？記念だと思って。笑わないでほしいんだけど、私カメラを向けられるのが怖いの。はい、君が持って。待ってね、準備するから。よし、撮ろう。1、2、チーズ。帰るの？時間が経つのって本当に早いね。私も現実世界に戻って休もうと思ってるの。行こう。黄金の時でお別れしよう。
まだ早いし、どこかへ行く？まだ早いし、どこかへ行く。そもそも現実に戻るにはホテルに行かないとダメなんじゃないかな。おかしい、みんなどこに行ったの？散歩？あいつが何か企んでるの？またお会いしましたね。ああ、僕の忠告を気にもかけていないようだ。残念です。そんなにその少女に夢中なのですか？あなたは本当にあまりに周りが見えていない。気をつけて。今ならはっきりわかる。君の友達には問題があるって。おや、この勇敢なお嬢さんはあなたを守りたいようですね。なぜでしょう。あなたたちそんなに親密な関係でしたっけ？ふざけないで。あなたの性格とっても好きですよ、お嬢さん。そこの足毛と違ってあなたの鼻が利くことも認めましょう。それでもあなたは集団に遅れをとっている。この状況になってもまだ気づいていないのですから。ファミリーが隠したこの美しい夢の裏に隠された秘密に、そして氷雪の世界を救った開拓者、散歩のやつ、ヤリーロシックスの物語を一体どれだけ誇張したの？彼の話を信じちゃった方が悪いか。本当に足毛ちゃんには失望したよ。悪いけど、本当の無境の中でちょっと眠ってて。Thank you.
ここはどこ？ホテルに戻ったの？いや、この感じ夢に入った直後の景色と雰囲気が似てる。連絡はできないか。ミハイル、どこに行ったの？静かだね。時計の音が聞こえるだけ。何これ、変なの。チェックメイト。生命は呼吸するだけではない。本質は同じ。引けば。トン。いや、立ちなさい。命は不思議ですね。Thank you.
君もここに。私にもわからない。とにかく私たちはまだ夢の中にいる。他のどこでもない。ましてや現実でもない。空気中に屋室独特の感触があるから間違いないよ。でもここは私が知ってる美しい夢とは全然違う。幽閉、静寂、不安。この漂ってる文字が見えるでしょ。ファミリーが収めてるピノコニーならこんな場所あるはずがない。そうなるとこれは夢の泡。違う。覚えてる？私たちが気を失う前、君の友達はこう言ってた。本当の無境って。確信はないけどね。私もふと気づいたことだから。いずれにしてもファミリーが無境の真実について何か隠してることは間違いないと思う。それに君も目が覚めた時に気づいたでしょ。そこら中から聞こえる時計の音。私の直感が言ってる。ここに隠された秘密はきっとあの謎の時計屋にも関係してるって。もしそれが時計屋の遺産を指してるなら、今ピノコニーの夢の中にいる全ての人に密接に関係してることになる。行こう。真実を見つけるためにも、ここから出るためにも、まずは動かないと。わかった。かくれんぼがしたいんだね。通れないみたい。横の廊下から迂回しよう。ここも行き止まりだ。この部屋の構造、もしかして私たちを壁側から迂回させたいのかな。できちゃうなんて。無境の重力を勝手に変えるのは厳しく禁止されてるのに。気をつけて。壁に変なのがいる。ナイトメア劇団じゃないみたい。
ゴの意志を。鳴り響く。痛い？本質は同じ。チェックメイト。研究の価値あり。はっ、立ちなさい。くだらない。はっ。人体は皆脆いがゆえに美しい。チェックメイト。命は不思議ですね。消えたりしてるこの文字って誰の心の声なんだろう。ミハイルって誰なのかな。なんとなくわかる、あれに込められた思いが。迷い、恐怖、悲しみ、そしてほとんど感じられないほど弱々しい死を顧みない決意。
いい感じ。品で最後だね。せめて僕も一緒に。ねえ、お願いだから。うん、多ければ多いほどいいよね。状況だけど成功だね。でもファミリーは無教は絶対安全だって対外的に約束してたのに。ここにはパズルしかないね。ビースは両側の部屋に飛んでいったみたい。
鳴り響け情熱変身。痛い。本質は同じ。チェックメイト。立ちなさい。引けば見つかる。月光を剣とす。人体は皆脆いがゆえに美しい。消えた。そろそろゴールかな。一つだけ怪しい。開けてみよう。何？どうして急に明かりがついたの？びっくりした。それにしてもこんなにドアがあるなんて。多分この中のどれか一つから出られると思うんだけど。
眩しい。気をつけて、何かありそう。早く終わらせましょう。命の花びらよ、いつ咲こうとも風に吹き落とされる時は来る。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。生命は万象の本質は同じ。素晴らしい時はやがて。お別れの時間よ。剣と戦、大地を割れ。落ち着いて離れなさい。途中で会ったモンスターたちに似てる。これがファミリーの隠してる秘密なの？あなたにしましょう。ちゃんと立ちなさい。つい、下脱か。私が守る。難攻不落。ここから抜け出す方法はないの？お別れの時間よ。この月下で全て。ことの音は響き続ける。くだらない。落ち着いて呼吸する。その感覚を あっ。
正しい方法を知らなければ死の影から逃れることはできないわ。あなたは敵対する女性、私はあなたたちの味方。いいところに来たね。私のことはメモキーブラックスワンと呼んでちょうだい。命の花びらよ、いつ咲こうとも風に吹き落とされる時は来る。まだ研究する価値はありますね。万象の本質は同じ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。月下で全て照らさん。面白い、皆殺しにしてあげる。生命は耳を澄まして。ちゃんと立ちなさい。素晴らしい時はお別れの時間よ。素晴らしい時はお別れの時間よ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。この月下で全て照らさん。月下を剣とせん。また会いましょう。さあ行って。あ、目が覚めた？寝ぼすけさん。いい夢を見たようね。どう？夢の中に私は出てきたかしら。私はただあなたたちを記憶域から出してあげただけよ。ようこそ現実のホテルレバリー。あなたが最もよく知る、最も安全な場所へ。あなたの精神状態が正常でよかった。あの原始の無境の影響を受けなかったなんて、運がいいわね。あなた、あの子に随分関心があるのね。彼女は
死を前にしても力の限りあなたを守ろうとしていた。私ですら少し感動してしまうくらいだったわ。あなたの頭の中が疑問符でいっぱいなのは分かっているけど、焦らないで。まずはあなたを心配している仲間たちに無事を報告しましょう。都合のいいことある？あの人は絶対問題があると思うけど。でもブラックスワンは確かに彼女を見つけて救ってくれた。今はひとまず相手の要求を聞くしかないわ。あのメモキーパーは明らかに周到な準備をしてから来ている。慎重に接した方がいい。姫子さん、ほら、約束通りこの子を連れて帰ってきたわ。大丈夫？現実にも夢にもあんたがいなくて、うちめっちゃ心配したんだから。無事でよかったわ。紹介するわね。彼女はブラックスワン、ガーデン・オブ・リコレクションのメモキーパーよ。うん、姫子が言うには無境の調査中に偶然会ったんだって。まだ知り合ったばかりなの。でもあなたのおかげでこの機会にお互いの理解を深められるかもしれないわ。それで、どうしてあんたはあんなところに落ちたの？何があったか教えてくれる？つまり、君を襲ったのは赤い服を着た、幻術が得意で他人の姿に化けられる女性、ということか。彼女の名前は花火。ピノコニーに紛れ込んだ仮面の愚者よ。でも安心して、あの子はしばらく皆さんには手を出してこないから。きっと今頃は自分が成功したと思い込んで、どこかで意気揚々としていると思うわ。君は彼女のことをよく知っているようだな。もちろん私はここにいるすべての人間を知っているもの。ピノコニーでは誰もが嘘をつくかもしれないけれど、記憶は嘘をつかない。だからこそ私は皆さんに一つの事実を明らかにするわ。花火さんのトリックは人を幻覚に陥れることができるけれど、あの奇妙な夢は彼女とは関係ない。ピノコニーそのものに由来しているの。ピノコニーそのもの？
まだ気づかない？いわゆる無双の地というのは、ファミリーが何らかの手段で大切に守ってきた成果であり、美しく造成された夢なのよ。そして彼女の落ちた記憶域、それこそが無境の本来の姿。混乱、危険、謎、変幻自在の迷宮に住む記憶の獣。彼女の言う通りかもしれないわ。みんな夢に入った時に見た景色は覚えてる？あれ？みんな同じものを見てたの？うちも覚えてる。あとは客室、そこから鏡を通って長い廊下に出て、思考の回廊、ホテルのスタッフはそう呼んでいた。その景色と夢の中のピノコニーは全然似てないけど、ブラックスワンの言った無境とはよく似ていると思わない？確かに最初は気にしていなかったが、よくよく考えてみると両者の共通点は多いようだ。それに常連客から聞いた話だと、夢に入って最初の駅はもともと無境ホテルだったけど、ちょっとした事故があってホテルは現在修繕中らしいの。建物はどんな時に修繕が必要になるかしら。彼女が経験したことと結びつけて考えれば、答えははっきりしているわ。ピノコニーの美しい夢は沈没している。元の姿に戻って深海に沈んでいるの。沈没？それって無境世界は崩れかけてるってこと？無境ホテルで起きていることはその予兆よ。なるほど、これでファミリーの言葉の違和感にも説明がつく。もしこのニュースが外部に知れたら、宿泊客の実際の安全性がどうであれ、宴の星の評判は必然的に影響を受けることになる。調和セレモニーが近づいている今、彼らはそれを隠すしかなかったんだ。宿泊客の安全、それすら保証できないかもしれない。彼女の遭遇したモンスターが最高の証明じゃないかしら。もう一つ教えましょうか。あの記憶域ミームについて。死と暗殺を暗示するミームが、なぜファミリーが絶対安全と宣言する夢に現れるのか。ピノコニーでは誰もが嘘をつく可能性がある。それにはファミリーも含まれているかもしれない。ブラックスワン、現状は十分理解したわ。あんたの最初の提案に戻るけど、ガーデン・オブ・リコレクションはどんな理由で請求列車と協力しようと思ったの？少し訂正させてほしいのだけど、これは私個人のお願いで、ガーデンを代表するものではないの。
答えは簡単よ、姫子さん。私はただ交換をしたいだけ。記憶に関する交換をね。職務の他に、私にも個人的に追求したい美学があるの。私はメモキーパーであると同時にコレクターでもある。私もキラキラと輝く貴重な記憶を目にしたい。こう言えば理解してもらえるかしら。そしてあなたたちは請求列車の七死人、開拓の道を実践する者。私はあなたたちの潜在能力と、あなたたちがこの舞台で放つ唯一無二の輝きを信じているの。これが私が皆さんと友達になりたい理由よ。悪夢と美しい夢が交わる地、それこそが記憶のゆりかごにふさわしい。わかったわ。でもあんたに返答する前に、こちらでいくつか話し合いたいことがあるの。構わないわ、好きにしてちょうだい。姫子、どう思う？彼女の話は信用できない。意図的に誘導しようとする要素が少なくなかったわ。でも私は最悪の可能性を心配してるの。もし本当に無境の異変が存在していて、それが自然発生したものではなく誰かが裏で糸を引いていたのだとしたら。だとしたら、それは高確率で時計屋の招待状と関係があるだろうな。え？なんでそうなるの？極端な状況は置いておくとして、無境の異変を推し進めようとする意図、ファミリーと対立する立場となると、考えられる可能性は2つしかない。誰かが外部の勢力を引き入れ、ファミリーに揺さぶりをかけ、ピノコニーを掌握しようとしているか、あるいはファミリーが自分たちを守るため密かに外界に助けを求めざるを得なかったかだ。だが招待状の暗号文、そしてファミリーの反応を見るに、前者である可能性が高い。つまり七死人の暗号文を発信した人物と無境の異変の黒幕は同じ陣営、もしくは同一人物かもしれないってことね。でもそれって何の説明にもなってなくない？やり方だけなら愚者やリドラーにだって真似できるし、カンパニーだって解読に成功したんでしょ？美月ちゃん落ち着いて。これはただの可能性よ。でもこの暗号文がただのいたずらじゃなくて、誰かが意図的に開拓者を招待したのであれば、私たちも放っておくことはできないわ。次は俺が発見したことについて話そう。残念ながら悪いニュースだ。確かな筋からの情報によると、ピノコニーで銀色の鎧を着た背の高い男性を目撃した者がいるらしい。俺はハウンド家に話を聞いたり、その侵入者に会ったという来賓たちを訪ねたりしたんだが、その結果これを手に入れた。ほら、送ったから開けてみてくれ。古本聞こえる？久しぶり、請求列車。ピノコニーは楽しかった？これって、あのハッカー娘！
真面目な話をするけど、あなたたちがピノコニーの異変を調べてることは知ってる。むしろワクワクしながら見させてもらってる。調査が進めば進むほど美しい夢の真実を知るチャンスが増えるから。ファミリーは何かを隠してる。そうでしょ？こっちも掴んでる情報があるから、優しい私があなたたちに共有してあげる。ただ残念ながら素敵な休暇はこれで終わり。このコードはあなたたちのドリームプールや、あの夢を見るための装置に入力して隠しマップに行ってみて。位置の座標は全部パッケージ化してあるから、一括でコピペするだけで大丈夫。それとサムのことはもう聞いてるよね。楽しみにしてて。あいつは単純な性格で正々堂々とした勝負が好きだから、きっとあなたたちと気が合うと思う。あいつの情熱に圧倒されないように祈っててあげる。ハンターの奴ら、ピノコニーにまで根を張ってるなんて、本当にしつこいんだから。情勢は明らかになった。宴の星は見かけほど単純ではないようだ。時計屋の遺産をめぐり、ファミリーを含む多くの勢力がそれぞれの目的を持ち、互いにバランスを保っている。その遺産が何なのかはまだわからないが、この争奪戦は遅かれ早かれ罪のない人々にも波及するだろう。妖覚士サム、グラモスの鉄器の残党で遺伝子改造戦士、常人とは異なる認識を持ち、行動は果断で妥協の余地はなく、カフカやジンにも劣らない危険分子だと言われている。脅迫状だ。銀狼が言っていた隠しマップとは封鎖中の無境ホテルに違いない。今後のことを考えると、実際に一度現場に行ってみる必要があるな。いや、態度は友好的だったが、彼らが必ずしも俺たちを信用しているとは限らない。まずは情報を集めよう。ファミリーに聞かれたら、列車組が性格ハンターを追っていることを正直に話そう。きっと理解を得られるはずだ。そして相手の反応次第で次の行動を考えればいい。これで意見はまとまったわね。それじゃ戻ってブラックスワンに知らせましょう。ブラックスワン、列車組はあんたに協力するわ。私たちも記憶域にふさわしいガイドが必要だから。任せて、皆さんを失望させたりしないわ。あんたたちは自分の部屋に戻ってちょうだい。夢に入る準備をして、うまくいったら無境ホテルのロビーで落ち合いましょう。俺は現実に残って君たちの安全を確保する。必要ならファミリーとの交渉も行おう。それで問題ないか、ブラックスワン。この手で仲間を救ってみせても
信用してもらうのは難しいのね。もちろん問題ないわ。ただ私の心は少し傷ついたけれど。そっちは頼んだわ、ベルト。私たちは無教の真実を見る準備をしましょう。しばらく忙しくなりそうだけど、ホタルは現実に戻れたのかな。気になるけど、私には連絡手段がない。ブラックスワンに聞いてみよう。なんで無糖のスルーなの。落ち着きがないわね。あの子のことが心配なの。気になることがあるなら遠慮なく言ってちょうだい。この世にメモキーパーほど心理療法士に向いている存在はいないわ。気にしないで、これは私がやるべきことだもの。何しろあなたは特別。特別だからこそたくさんの目があなたを見つめている。安心して、あれは現実の目覚めにしかつながっていない一方通行のドア。あの子が強い意志で望まない限り夢から覚めないなんてことはありえない。きっと今頃ホテルのどこかで目をこすっているはずよ。少し嫌な思い出があるようね。でもこの協力はあなたにとっても、私にとっても、列車組にとっても、賢明な道であることは間違いない。そうでしょ？分かったら、安心して私を頼ってちょうだい。もちろん、ここに来たメモキーパーは、私だけじゃないわ。ピノコニーは、ファミリー以外の派閥を、初めて公に招待した。ガーデンはこの歴史的な瞬間を記憶に留めなければならない。だからあなたも他の人と協力してみてもいいのよ。彼らの姿を捉えられればの話だけれど。ねえ、あなたたちを守るために夢には一緒に入るけれど、メモキーパーにドリームプールは必要ないから。そうでしょ？そうね。じゃあ安心して眠りなさい。私があなたのそばにいるわ。Thank you.
Thank you.
Thank you.